こんにちは。マックサカネサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は期間限定セブンイレブンのバター香るふんわり卵。そうか、これ温めて美味しいって書いてあったから温めますかって言われたんですね。はい、期間限定、温めるとバターの香りが、ね、さらに際立つのかもしれないですね。260円から塩使用しております。美味しそうですね。まあ普通に美味しいですよね、卵のサンドイッチ。はい、いただきます。ああ、うん、確かに最初普通のかなと思ったら、こう口の中ふんわりね、バターのいい香りが広がりますね。なんかコクが出てまろやかな感じがします。うん、よく合いますね、温めてなくても美味しいです。うん、からしはね、ふんわりそうかなっていうぐらい、まあ、軽く入ってる感じで、そんなね、辛っていうのはないですね。もう一個、うん、うまっ。まあ、慣れてくると分かりづらいんですが、かすかにバターの香りしますね。うん、そうか、慣れちゃいますよね、だんだんね。うん、こうなってくるとバターがないとどんな味だったのかなっていうことで、バターがないやつ今度食べたくなりますよね。これはこれで美味しいです。うん、結構入ってていいですね、卵は。うん、あー、美味しかった。というわけで、バター香るふんわり卵いただきました。まあ、100点中80点ぐらいですかね。はい、最後までご視聴いただいてありがとうございました。